パガンダを徹底するにしたい。兵役雇用が大事だということで、政府がすげえ予算をかけて何を作るの？映画を作るわけ。で、沖縄に上陸しまして、それに対して戦艦ヤマトを特攻させるんですね。全くこう意味がない特攻だったんですよね。当時も戦艦では全く無力化していて、どんな大きい大砲を積んでたとしても飛行機からね、爆弾とか魚雷を落とされても全然使えないものになってたんですが、まあヤマトが残った状態で戦争を負けるっていうのは国民納得しないだろうって言って、まあ、3000人乗ってたんですけど、それも沈めちゃうんですよね。沖縄までの燃料しかない。冷凍機械戦で負けてるので、フィリピンが落ちてるので石油がないんです。で、受験世界史で無謀な作戦、海上作戦が試験出るのは沖縄の戦艦までの特攻と、もう一個は一次大戦末期のキール軍港の出撃ね。水兵が出撃拒否って革命が起きるわけよ。ところが日本の方はそういったことはなかったわけよ。戦艦までの特攻は粛々と行われたわけ。キールと沖縄特攻の違いは何だろうね。思想系だと。なるほど。日本の方はなんていう警察、特別高等警察があってフル稼働していた。特高警察っていうのはこれ固有名詞で、まあドイツでいうゲシュタポですね。特別高等警察というのは思想犯を取り締まるわけ、政治犯を取り締まるわけ。一次大戦のキール軍港の水兵反乱から思想警察を、まあ、日本とかドイツは強化してと。だからね、戦艦元の特攻が決まった時に、こんな無茶やけん反乱起こそうやっていうやつはもう事前に捕まってるわけよね。他はどう違う？一次大戦の時と二次大戦どう違う？大きいのはプロパガンダを徹底する二次大戦、政治的宣伝ね。プロパガンダってもともと何語？ラテン語。布教のことを、まあ、ラテン語でプロパガンダ。でこれまあ後に政治的宣伝となるわけよね。で、第一次世界大戦で無線機が使われて、その受信部分のラジオが出てくるじゃん。で、このラジオをガンガン使って戦意高揚するし、戦意高揚が大事だってことで、すげえ当時高かったけども、二次大戦前、二次大戦中に政府がすげえ予算をかけて何を作る？映画を作るわけで、映画めちゃめちゃ高かったんやけども、ここで一定程度映画が作られ消費されることによって、二次大戦後映画が大きな産業になるわけよね。より大きな産業になります。